久保さん、城崎仁さんね、思い深いですね。今回、ローランドさんに行きましょうか。ローランドさん、これね、いい名言ですよ。俺は目指さない。目指されるんだ。と俺は目指さない。目指されるんだ。これね、ローランド節炸裂っすね。<laughs> だからこれ、まあ、基準の話につなげるんだったら、目指してる基準なのか、目指されてる基準なのかで、全然、 これ全然運、運命の差だと思うんですよね。目指している。初心者で頑張ります。ではなく、何すかね。あの、もう、なんだ、セミナーやるんだみたいな話ですよね。初心者だから頑張ります。セミナー参加します。じゃなくて、もうセミナーをすると。<laughs> そう, <laughs> うん。やっぱローランドすごいっすね。いや、ローランドさんのすごいところって、やっぱね、哲学なんですよ。 なんかその考え方というか思考というかマインドが、まあ、あの他の人よりやっぱあの違かったかなっていうだから飛び抜けたかなっていうのはありますよね。うん、だってホスト界で水を飲まなんだ酒を飲まずに行くっていうもうあの常識ホスト界のその水商売の常識を覆すっていうね でもまあ理にかなってるんですよね。お酒飲んだらクオリティの高い接客業ができないよねと。水っていう <laughs>。すごいですよね。水しか飲まないけど酒入れるっていうね、よくわかんない世界ですけどね <laughs>。これは僕はもう革命だなっていう。まあローランドさんしかまあ現状としては難しいんじゃないかなっていうぐらい。まあ今やってる人いるかわかんないですけど。でも すごく理にかなってる。まあ、おっしゃる通りですっていうお酒。お酒飲んで酔っ払ってて接客するクオリティと、シラフの接客のクオリティじゃ、やっぱ、運命の差だと思うんですよね。うん。これは僕は革命だなと思いましたけどね。いってらっしゃい。